一ノ関市中心部周辺の空中写真。市街地の中央を岩井川が流れる。この画像の撮影時、東北新幹線は建設中である。1976年撮影の12枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。一ノ関市は岩手県の最南端に位置する市。 現在の一ノ関市は2005年9月20日に7市町村の台頭合併でできた3代目の一ノ関市である。合併前の旧一ノ関市を中心市とする一ノ関都市県は南の宮城県神成町から北の岩手県平泉町などを含む西岩井郡を中心とした地域であった。しかし実際に合併の対象となったのは 旧一の関市の都市圏の範囲ではなく、旧岩井郡の範囲であった。東岩井郡では、室根村が、気仙沼都市圏に入っており、その他の東岩井郡の自治体も一の関都市圏の範囲ではない例がいくつかあり、結果として、旧岩井郡全域での合併はならなかったが、県内では、宮古市に次ぐ広大な地域を持つ自治体となり、宮城県と秋田県に接している。人口は、 約11万人で、県内では森岡市、欧州市に次ぐ規模である。岩手県の最南端に位置する市の関市は、仙台と森岡の中間地点、東北地方のほぼを中心に位置している。東京からは約4 5 0トルの位置にある。これは東京から滋賀県米原市とほぼ同じ距離にあたる。市の関市の有水池にある東北新幹線の鉄橋は、 日本の鉄道橋の中で一番長い。また、世界でも上位に入る。一関市から、欧州市、宮城県気仙沼市にかけての北上高地が、国際プロジェクトで建設される超大型加速機、国際リニアコライダーの最有力候補地となっている。平安後期まで、不襲の長として、奥六軍を支配した安倍氏が一関、二関、 三の関と砦を築いたことによるという、節平安末期に、欧州一帯を支配した、欧州藤原氏が、平泉の南側を守るために置いた関所に、由来しているという説、江戸時代にこの地を治めた、田村氏が置いた関所に由来しているという説など、諸説あり、いずれにしても、この地は、古くから、勘であった。旧沼竹武家住宅一の関氏は、 下記のように新設合併によって3度設置されている。前身の一ノ関町については当該項目を参照。一ノ関市では本町方式を採用し7カ所の市所を設けている。新生の一ノ関市の面積や人口の規模が大きいため、旧生の一ノ関市のデータも浮きの通り掲載する。新一ノ関市は新設合併によって発足した自治体であり、 これに伴い旧一の関市は廃止されている。国政調査などの制度上では、新一の関市と旧一の関市は同盟一室の全く違う自治体である。新一の関市と旧一の関市は共に旧岩井軍に所属していたが、合併後の新一の関市は旧岩井軍の大部分に及ぶ市となっている。旧一の関市の市役所本庁は、新一の関市における 市役所本庁となっている。平成27年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると4.75%減の12万1583人であり、増減率は県下33市町村中12位。同校は2009年に岩手県立一の赤洋語学校と岩手県立一の赤老学校を統合して新規に開校。 旧一の関用語では病弱、旧一の関老学校では聴覚障害をそれぞれ教育領域としてきたが、統合に合わせて知的障害が教育領域に追加されたが継承している。統合校は旧岩手県立一の関農業高等学校の敷地に本校舎を新たに新設し、旧一の関用語跡地を山目校舎として活用している。さらに、千馬屋地区には、 同支援学校千枚屋分教室小学部、道中学部が分散設置されている。郵便局間郵便局県南最大規模のターミナル駅である、一関駅高速バス高速自動車、国道一般国道室根、県道主要地報道一般県道日本の道100、千の非市道。ありがとうございます。